アイテム番号 SCP-146JP オブジェクトクラスセーフユークリッド特別収容プロトコル SCP-146JP はサイト81にある小型動物飼育房にて飼育されます。定期的な給餌と産卵の確認を行ってください。産卵が確認された場合、1日ごとに SCP-146JP の睡眠中に回収を行いを隔離した状態で回収を行い、孵化器に移し孵化後に処分を行ってください。定められた焼却処理を行ってください。説明。SCP-146JP は異常性を持ったメスの鶏、引きと、SCP-146JP の卵である SCP-146JP1 卵から発生する SCP-146JP2 に分類されます。 SCP-146JP は一見通常のメンドリと変わりませんが、老衰で死ぬことはありません。またこれらの個体を終了することは可能ですが、許可はされていません。SCP-146JP は一般的なメスニワトリと同様に1日1度 SCP-146JP1 を産み、およそ10前後の SCP-146JP1 を産み終えると抱き始めます。これらは一般的な鶏卵と同様20日前後で孵化しますが、この際 SCP-146JP1 からは何も現れず自然と割れ、鶏卵の殻のみが残ります。超音波検査の結果、SCP-146JP1 内部は割れる直前及び孵化直前まで広大な空洞につながっていることが判明しています。SCP-146JP の特異性は、卵である SCP-146JP1 を破壊することにより発現します。産卵から一定の日数が経過した状態で SCP-146JP1 を破壊すると、日数に応じて大きさの変化する SCP-146JP2 が出現します。これらは SCP-146JP1 のサイズと明らかに異なっている場合がありますが、どういった手段で SCP-146JP1 内に収まっているかは不明です。SCP-146JP2 は産卵後の経過日数に比例して巨大化、凶暴化の傾向が見られますが、産卵から7日までの個体であれば対応型動物用装備にて鎮圧が可能です。7日を過ぎた個体に関しては通常の方法では殺害できません。万一誕生してしまった場合、プロトコル、飼育係を実行して適切に処分を行ってください。また、産卵前の SCP-146JP を殺傷、あるいは給餌を行わず餓死させると、確認された中で最大のサイズを持つ SCP-146JP2 が、体生まれることが確認されています。これは、平均的なメスニワトリが生涯に産卵する回数とおおよそ一致しています。これまでに確認された SCP-146JP2 群、対象、SCP-146JP2A、経過日時、産卵直後、概要、通常の鶏卵と同様の内容物が現れる。高タンパクで非常に美味。栄養価が豊富なことが判明している。対象、SCP-146JP2 B、経過日時、産卵から24時間、概要、くちばし部、脚部の明らかな肥大が見られるヒナが誕生。従来の鶏のヒナと同様の行動が見られる。焼却処理を行い無力化済み。対象、SCP-146JP2 C 経過日時、産卵から72時間が経過、概要、くちばし部、脚部の異常な肥大化が見られるダチョウに似た個体が誕生。誕生直後、B クラス職員に襲いかかる。B クラス職員1名が死亡。研究員1名が負傷、エージェントにより無力化済み。対象、SCP-146JP2 B 経過日時、産卵から148時間が経過、概要、
SCP-146-JP の睡眠中、研究員が SCP-146-JP1 を回収しようとしたところ SCP-146-JP が覚醒。SCP-146-JP1 を破壊。これにより 2.25 メートルの体躯を持つ SCP-146-JP2、B が誕生。収容棒を破壊し、脱走を試みる。研究員1名が死亡。SCP-146-JP2、B はエージェント、により無力化済み。対象、SCP-146-JP2、E、概要、SCP-146-JP のうち、一体を終了したところ、削除済み。収容棒内が SCP-146-JP2、E 群で満たされ、棒内にいた研究員2名が死亡。それぞれの個体は圧死し無力化。これにより小型動物飼育棒にて大規模の収容違反が発生しました。本当に迷惑な鶏だ。こいつらは一体どこに転移してるんだ。博士。ほい。不可気に移す形での SCP-146-JP1 の処分を行っていた際、孵化した SCP-146-JP1 から SCP-146-JP2 が発生、名の死傷者が発生し、小型動物飼育棒の一つが破壊されました。鎮圧後、孵化器に残っていた SCP-146-JP1 の一つから文書が回収されました。残った SCP-146-JP1 の一つから回収された文書。お世話になっております。当 A 社です。突然のご連絡で申し訳ございません。現在、お客様の飼育なされている、編集済み、に不具合が発生しております。送料はこちらでご負担いたしますので、販売元への返送をお願いいたします。返送先は、編集済み、に、となっております。何卒よろしくお願いいたします。